こんにちは、チェフのミロです。10月15日、本日のフロンティア TV を始めます。今日は水原希子さんや、牧陽子さんなどの誕生日ですね。今日誕生日という方、おめでとうございます。さて、本日はお休み中にですね、新築の物件情報が入ってきましたので、そちらをご紹介させていただきます。新築の物件、12月末完成予定、富士吉田市常盤台、これタブレットで見てるんですね。ちょっとタブレットのページになっちゃいましたね。1階 1LDK、 2階に 2LDK、 あれ、私今1階なんて言いましたっけ。1階 1LDK、 2階 2LDK ですね。で、5万5000円から6万5000円の間ですね。ワンフロアに3個ずつ、ございます。まあ、1つちょっと見てみますか。はい、こちらはですね、大型スーパー、いつもは赤坂店まで徒歩4分の便利な立地にございます。追い炊き、浴室乾燥、ウォシュレット、シャンプードレッサーなど設備も充実しております。当然まだ完成してませんので、完成イメージの 3D 動画なんかも掲載させていただいております。ね、分でこちら、物件までちょっと入ってくる道がですね、ちょっと狭いかなというところですね。あと、工事の進行により入居時期が変更になる場合も一応あるということでですね、そちらの方を注意していただければと思います。はい、気になった方ご連絡。最近ですね、新築物件は、もう物件が建つ前ですね、いや、もう全部決まっちゃってますんで、多分建ってから決めようかということで、ちょっと遅いとは思いますのでですね、ちょっとでもいいかなと思ったら、ご連絡といただいた方が確実だと思います。別に急がせてるわけじゃないですけれども、後々ですね、これがよかったならないようにですね、じっくり検討していただければと思います。はい、では本日のフロンティア TV を終了します。ご視聴ありがとうございました。